ブランチはイギリス海軍の駆逐艦。B 級。1939年11月に食来沈没し、第二次世界大戦中最初に失われたイギリス海軍駆逐艦となった。ホーソンレスリー社で建造。1929年7月31日寄港。1930年5月29日浸水。 1931年2月19日収益。ブランチは最初同警官と共に本国艦隊に所属した。だが、より近代的な駆逐艦が多数収益してきたことから、ブランチは1939年には予備艦隊に編入された。第二次世界大戦が始まると現役に復帰し、 イギリス周辺での戦護衛やドーバー海峡の紹介などに従事した。1939年11月10日、ハンバーからポーツマスへ向かう、不接準洋艦アドベンチャー護衛のため、ブランチ特築艦バシリスクは、ドーバーからハンバーへ向かうよう命じられた。途中天候不良のため、遅れが生じたが、11月12日9時半に2隻の、 駆逐艦はアドベンチャーを護衛して、ポーツマスへ向け出発した。12月13日5時過ぎにテムズ川川口付近で、アドベンチャーが植来。爆発により、燃料に海水が混入したことが判明したため、一旦期間を停止したアドベンチャーだったが、8時7分までには、問題は解決された。その少し後の8時10分、今度はブランチが植来した。 ブランチは現場に派遣された、エセンファビアにより栄光されて、シアネスへ向かったが、9時50分に大きく傾斜し、立て直すことはできなかった。乗員はファビアなどによって救助された。死者は2名、負傷者は12名であった。嫌いは、ドイツ駆逐艦、ビルヘルム・ハイドカンプ、ヘルマン・キュンネ、ハンス・リュー・デマン、カール・ガルスターによって付設されたものであった。ありがとうございます。